アンソニー・レボロリはアメリカ合衆国の俳優である。グランドブダペストホテルのゼロムスタファ、スパイダーマン、ホームカミングのフラッシュ・トンプソンなどを演じている。カリフォルニア州アナハイムで生まれ育つ。両親はグアテマラのフティアパ出身である。父親もグアテマラで俳優をしていた。また、兄弟のマリオ・レボロリも俳優である。初期は 出生時の生のクイニョネスを使っていたが、後に父方の祖母と同じレボロリを選択した。2歳の時に子役としてのキャリアが始まり、ベビーフードのコマーシャルに出演した。初めての重要な役柄は、ウェス・アンダーソンのコメディ映画、グランド・ブダペストホテルの若年期のゼロムスタッファーであった。2014年、彼はインディーワイヤーにより、 20歳未満の最高の俳優の一人に選ばれた。2017年、彼はマーベルシネマティックユニバースのスーパーヒーロー映画、スパイダーマン、ホームカミングでフラッシュ・トンプソンを演じた。同映画ではキャラクターが若い観客に向けて再創造されて、レボロリがキャスティングされたため、一部のコミックファンからヘイトメールや脅迫を受けた。2018年には、ハンナ・フィデルのコメディ映画、 ザロングダムロードに出演した。ありがとうございます。